皆さんこんにちは、ビリレジェンド岡石です。今回はダンベルで肩を大きくしていく種目を3種目ご紹介させていただきます。肩はね、ダンベルがあればもう大体ね、バランスよくトレーニングできるかなというところではあるので、ダンベル持ってる方はね、ぜひねこの3種目やり込んでいただきたいなと思うんですけども、第1種目目は何といってもダンベルショルダープレスですね。まあ、肩をね効率よく大きくしていくためには、やっぱり何といってもね、このプレスを強くしていく、プレスの重量を伸ばしていくというのが非常に重要になってきますので、ダンベルプレスぜひやり込んでいただければと思います。ベンチの角度を調整していただいたりですね、通常のこう手のひらを、ね、正面に向けるやり方だけじゃなくて、ニュートラルグリップといって手を向かい合わせにやってみたりとか、あとはね、アーノルドプレスといって手のひらを自分に向けたところから正面に向けながら上げていく種目もあったりとかね、いろんなバリエーションがありますので、ご自身に合うやり方を探しながらね、ダンベルショルダープレスやり込んでいただければと思います。そして2種目目はサイドレイズですね。みんな大好きな種目だと思いますけれども、まあこのね、プレスだけじゃなくて、その補助としてこういうレイズ系の種目もね、やっていただけると、まあより効率よくね、肩も鍛えていくことができますので、ぜひぜひやり込んでいただければと思います。そして最後3種目目はリアレイズですね。肩の後ろ、リアデルトの発達が遅れてしまうと、まあ見た目のバランスが悪くなるだけじゃなくてですね、筋力がアンバランスになることで、肩が、ね、前に出て巻き肩になってね、こう猫背になってしまう、姿勢が悪くなってしまったりとか、肩を怪我しやすくなってしまったりとか、そういうことが起きてしまうので、まあそういうリスクをね、下げていくためにも、しっかりリアレイズで肩の後ろ、リアデルトも鍛えていただければと思います。ぜひチャレンジしてください。はい、今回はダンベルで肩を効率よく鍛える、大きくしていく種目3種目ご紹介させていただきました。ダンベルショルダープレスとサイドレイズとリアレイズと、この3種目ね、しっかりやり込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。